アルプマリティーム県は、フランスのプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏の県である。東園は、イタリアとの国境をなす。名前は古代ローマの属州アルペス・マリティマエに由来する。最初に県が誕生したのは1793年から1814年までであった。県は本質的にニース伯領から構成されていた。ニース伯領はモナコ領と同様にサルデーニャ王国からフランスへ分離、統合された。1814年、ニース伯領はサルデーニャへ返還され、モナコは独立を回復した。1860年、サルデーニャ王国がニース伯領を放棄したことにより、アルプマリティーム県が再び編成された。1947年のパリ条約に従い、国民投票でフランス併合の賛成派が占めたため、1860年以来、イタリア領であったタンドトラブリークはアルプマリティーム県に併合された。県の地図ヴァール県、アルプド=オート=プロヴァンス県と接する。地中海に面した県南部は有名なコート・ダジュール地域である。地中海側を除き、モナコ公国を3方から囲む。国境を意識しなければ本県が内包する形となる。県は海岸近くまで山がちである。アルプス山脈の南部分として、フランス語でアルプマリティーム英語ではマリティームアルプスと呼ばれる。県の標高最高地点は、対イタリア国境のシムディ・ジェラス山の3143メートルである。海岸部は地中海性気候である。北部は一部が山岳気候で、冬の訪れが早く、夏には豪雨が起きる。県の日照日数は長く、年間平均300日である。県には163のコミューンがあるが、106のコミューンは人口が2000人以下である。INSEE によれば、2011年に県で誕生した新生児のうち 39.5% は、少なくとも両親のうちどちらかが外国籍である。そして新生児の 15.4% は北アフリカマグレブ諸国出身の父親を持つ。アルプマリティーム県には2つの郡が存在し、2郡の合計で52の小郡、163のコミューンがある。県経済は第三次産業の重要性が特徴である。県には観光業に加えて伝統的あるサービス業、かなりの数の会社の研究部門、高級な第三次産業を抱えている。農業の割合は小さく、工業の役割は比較的小さいが、高等な科学技術の活動に多様化されているのである。建設業界は非常に大きい。経済は国内及び国際情勢の変化に非常に敏感である。失業率は 9.1% である。INSEE によると、2005年の県の県民1人あたりの GDP は 27,723 ユーロであった。これは国内で13位であった。GDP は全体で 2,960 億ユーロであった。ユーロスタットによると、2008年の県の市場価格における1人あたり GDP は 37,000 ユーロであった。これは国内で13番目の規模であった。観光業は地中海沿岸地域全体で不可欠な収入源となっており、非常に発展している。温暖な気候に恵まれているため、リゾートは1年を通じて行われる。山間地では近年まとまった降雪が見られ、一部のウィンタースポーツが行われる。よく発展した産業には、グラースで盛んな香水製造、ソフィア・アンティポリスやカンヌマンドリュー宇宙センター周辺、またはヨーロッパの衛星大手メーカーと県発の工業プラント周辺で行われる先端技術が含まれている。観光業は地中海とアルプスの存在が支配的である。観光業において県内で 64,000 人が雇用されている。ニースだけで観光ビジネスの数はフランスの観光市場のシェア 12% から 13% を占めている。ニースにはパリに次いで国内第2位の空港、コートダジュール空港がある。シャルル・ド・ゴール国際空港、オルリー空港、ル・ブルジュ空港とともに年間乗客1050万人が通過する。人口のほとんどが暮らす地中海沿岸は世界で最も人気のある観光地の一つとなっている。山間地ではスキーやハイキングが生活にもたらされている。ありがとうございます。